11月にですね、チェンジ国政板橋の会を慌ただしく結成したんですね。で、結成以降やってきたことは、タウンミーティングというのを3回やりました。で、これは共同代表の一人である立教大学の准教授の和田さんがですね、中心になって、単なる集会よりもテーマを決めて、それでその参加者と候補者が意見を交わすと。で、それは当然共同政策っていうんですかね、共通政策っていうか、それにつながるということで、タウンミーティングを急遽、やりました。それで年が明けて地域でね、いろいろとその地域集会を開こうということで、この大山地域、それから2月に上板橋地域で、3月に、成増赤塚地域で、4月に大矢口桜川地域というところまで今決まっています。で、実際やって、で、そこで例えば大山なんかの場合ですと、ハッピーロード商店街っていう、全国でも有名なアーケードの商店街があるんですが、あそこが今東京都が計画している、補助26号線っていう道路を作ってるっていう計画があるんですね。で、それを作られると、ちょうど ハッピーロード商店街が分断されちゃうんですね。で、それに反対する住民運動があって、それは結構地権者も含めてですね、今大きな運動になってるんですが、例えばそういう問題なんかについて、その今よ立候補を予定している民進党や共産党の人はどう考えているのかとかね。それからもう一つ、小学校の統廃合問題があって、ものすごくたくさんの住民の方から反対の署名、7000かな、画期的な数が集まって陳情したんですけど、出したんですけども、結局公明党が賛成しちゃってね、それは陳情がもうダメになったんですけれど、不採択になったんですけども。で、これは町会長さんだとかいろんな人を巻き込んであって、ところがその公明党と自民党の賛成で、不採択になって、これはもうね、とてもじゃないけどね、許せないというのがあって、その人たちを呼んで、これはどう考えてるのかとかね、そういう地域の問題も含めて、大山なんかで、一番最初に言いましたけど、戦争法反対のあれが始まって、で、各地域で集会やパレードとかね、デモだとか学習会なんかがいろんな地域で行われて、で、板橋全体でそれをね、みんなで総結集してね、やろうじゃないかっていうのが、はあの2015年のあれが9月ですよね、戦争法が通ったのがね、確かね、9月19日でしたっけ。大体5月、6月、衆議院で通ったのが確か7月だったかな、その前後で、いや、これはもう大変なことだと。で、やっぱりいろんな地域ごとみんな頑張ってね、やってるけど、それを今度一つ、その板橋全体でね、オール板橋でやろうじゃないかというのが呼びかけられた、私たちが呼びかけたんですよ、板橋九条の会で。で、誰かがね、それ声をかけないとスタートしないから。で、板橋九条の会っていうのは板橋区内全域に大体いるんですよね。警察に行ってですね、荒川さん何人ぐらい集まると思いますかって言うから、いや、俺わかんない、500人も集まるのかなとかなんか言ったらね、警察の方が、いや、そんなことないですよと、もっと集まりますよと、だからこれ結構大変なんですよって言うんで、あ、そうですか。 だから向こうの方の情報はもう全体的に盛り上がってるから、その地域の集会でもね、もちろんその前後にやった、例えば中板橋でやった集会も確か4、500人集まったのかな、それから成増でやったのも確かに300人で、集まったそれまでに地域の集会っていうのは、の。もうそれぞれの九条の会なんかが中心になって進んでたわけだ。進んでたんです。だからそれをみんな、それに参加した人がね、いや、成増だけはいいんだけど、
板橋全体でやるっていうのはね、なんとなくみんなね、そうだよな、やろうよ一発みたいなね、そういうのみなぎってたんですね。許さない戦争法、大利田橋行動っていうのは戦争法に反対するために作った組織だから、選挙とかそれはできないから、そこが呼びかけてね、大利田橋が呼びかけて新しいその運動体を作ろうということで、全体で集まって、参加している団体なんか集まってですね、相談して、じゃあいや作ろうということになった。だからメンバーはかなり重なってるわけですよ。なんていうんですかね、その会員ではなくて、会則があって会員があって会費があってっていうんじゃなくて、目的はその、東京11区で市民と野党の統一候補の擁立を目指すと、そしてその勝利のために運動するということで、これに賛同する個人と団体で作ろうということなんです。で、実際にね、候補者が決まれば、その、まあ、民進党だったら民進党公認、共産党だったら共産党公認になる可能性が高いわけですよね。だからそれはそれでやってもらって、そこと一緒に連帯して勝利のための選挙運動をやろうというイメージなんですよね。大山地域の集いっていうのは、その地域でやったのは初めてなんですよね。で、とにかく一回やってみようということで、初めてなんですね。板橋区内ではね、それでじゃあ私の方でちょっと準備してっていうことで、これまでもやったこともない？ないですよね。大体自民党なんか見てても地域でがっちり抑えてるわけですよ。公明党も多分そうだと思うんですけどね。で、やっぱり地域ごとでそのみんなその応援する人が集まったりなんかして、地域で抱えている問題、地域で生活している人が抱えている問題、こういうものが出し合って、いや、その解決のためにはやっぱり選挙でね、市民と野党の統一候補が当選して、こういう政策をね実現してくれるんだったら期待しようじゃないかっていうのは当然出てくるんじゃないか。で、だから今はそのまだ賛同人もそんなたくさんじゃないんでね、もっとこういう会があって、市民と野党の共闘を今進めてるんだっていう動きを知らない人がほとんどなんでね、それをいろんなことを積み重ねながら知らせていくと、でそこに集まってくる人を増やしていくというのが今一番ポイントじゃないかなって思ってるんですけどね。そうすると戦争法反対の運動じゃないんですけれども、やっぱり危機感を感じた人が、あ、自分たちできることは何なのか、じゃあ地域で学習会やろうとかね、集会やろうとか、パレードやろうとか、そういうふうに多分なっていくんじゃないかと思うんですね。今の段階で決まっているのはですね、3月25日の土曜日、これは下赤塚駅前の集会室でやる地域の集いなんですけれども、これは赤塚とか成増地域の人たちが中心になって実行委員会を作って、そういう地域集会、まあ名称はちょっと違いますけどもね、それをやるっていうのがあります。それから4月に16日にやっぱりその赤塚成増地域で、これ戦争法と原発と沖縄問題で集会とパレードをやります。で、これは毎年やってるんですよね。それから4月30日に桜川地域センターというところで、チェンジ国政桜川大矢口の集いをやるというスケジュールで今のところ決まってます。これはそれ以外にもいろんなところで、いくつかのところでこれから具体化していくと思うんですよね。で、あそこでもやってるのか、じゃあ俺たちもやろうというふうになっていくと思うんですよ。それでそれらをずっとこう修練して、5月の第3日曜日に平和公園で許さない戦争法大利田橋行動の大集会を、それは過去に2回やってるんですけども、3回目を、平和公園でやろうということで、それも決まってる、もう決まりました、はい。だからそういうあれを大体5月くらいまで、でおそらく
で6月末から都議選になっちゃうから、もうみんなそれぞれのところで選挙活動にこう集中していくと思うんだよね。そういう流れで盛り上げていきたいなって考えてますね。